なと軍の不評中隊を表す、陛下記号中隊は、軍隊の部隊編成の単位で、小隊の上、大隊のもとに位置する。一般的には不評なら、約200人、砲兵では4問か6問だが、陛下、装備、時代によって規模は様々である。西洋語では陛下によって異なる語を当てる。英語にすると、不評と公兵の中隊は、カンパニー、方兵は、バッテリー。 騎兵や戦車、装甲車は、トループ、ヘリコプターなどの部隊はスカドレンであるまた、警察や消防などにも、中隊単位の編成がされる場合もある。黎明期の近代陸軍では、部下の兵士全員を、自分一人の肉声が届く限りの範囲内において、指揮する最上位の指揮官が、隊員の務める中隊長であった。戦場における、直接戦術指揮は、中隊長が取り、 具体的にどの敵を攻撃するかを選択したり、前進、交代の速度や方向を調整したりする命令は、中隊長自らが発した。その期間にある小隊長以下は自身では、戦術判断をすることなく、あくまで一丸となっての集団行動だけが求められた。19世紀から20世紀に入って、下方の進化とともに、不評の三平化が進むと、 部隊の行動単位は細分化するようになり、一人の中隊長が全てを掌握する方式はおのずと放棄された。他方、砲兵においては中隊単位の射撃管制がその後も維持された。このように役割は変化してきたが、中隊の構成人数はおおむね100人から230人の範囲に収束している。これは著名な進化生物学者であるロビンダンバーによって、 提唱されたダンバー数にほぼ合致する人数である。ダンバー数はそれぞれと安定した関係を維持できる個体数の認知的上限とされている。なお、海軍では貸し官兵の指導監督及び心情取り扱いに関して、分隊長が陸軍でいう中隊長に近い役割を果たす。明治23年11月1日制定時の陸軍定員令によると、当時の 各陛下の連隊及び大隊における中隊の平時定員は次の通りであった。明治23年11月1日制定時の陸軍定員令によると当時の不評連隊における中隊の平時定員は次の通りであった。不評連隊の中隊長には乗馬の割り当てはなかった。不評中隊は将校5名、下士10名、兵卒120名、 看護師1名の136名からなっていた。今時大戦中の内地にある平時編成の不評中隊の幹部は次のような構成となっていた。順位、総長が複数いる場合は、人事係以外の順位に馬係、演習係、教育係などを適宜担当させ、平気係が総長であることがあった。順位、総長複数あるのは、 動員部隊用に幹部を増員したことがあったため、中隊不祥校が不足している場合は、見習い士官に、少位の代行をさせた。見習い士官は、士官学校、予備士官学校から部隊に派遣されてくる、士官大イの生徒で、文字通り中退で幹部の実務を見習うのが仕事である。見習い士官は、部隊実習の任期途中から、小校勤務となり、 階級は総長であるが、順位の上位者となる。また中隊内には、幼年学校生徒が派遣されてきて、部隊歌手官の実務を実習することがある。幹部は、将校、巡視官、歌手官の総称である。歌手官のうち中隊副所官に挙げられているのは、経事係と兵器係がそれであって、他の係や内務班長は、中隊副所官とは言わない。なお、 中隊の係や班に属さない、菓し官もあり、代替本部や連隊本部ないし部隊外の初期官に勤務していたり、学校、共同部隊に分建されていたりすることがある。この場合も席はあくまで中隊の所属となっている。執務場所は、中隊長が中隊長室、将校は中隊の将校室、巡視官菓し官は中隊事務室。 順位は人事を扱うため面接などに使う個室を別に持つ場合がある。兵器係は中隊兵器庫、被覆係は中隊被覆庫で助手や私役の兵隊を指揮監督していることが多い。内務班長、半不可視官は内務班の隣に可視官室を持ち、可視官のみで雑居している。中隊には食事から給与、被服、兵器、人営具と 金銭、物品会計の事務があって、順位、総長はもっぱら机にしがみついて、これらに必要な書類、計算を正確に処理しなければならず、これに動員レーがあると処理量は倍増し、非常に繁忙となった。各係には、助手の上等兵がつくが、読書そろばんの達者内等兵以下を、私役兵として、事務室勤務にすることも行われていた。また、お茶給として、 中隊長室、事務室には当番が付けられた。平時の幹部は全員が現役軍人であるのが原則だが、戦時になり動員令が降ると予備役の将校巡視官下士官が大量に応召してきて現役幹部の占める率は急激に減ずる。昭和12年以降は動員部隊が急激に膨張したため、むしろ内地の留守部隊においては、 現役将校が珍しい存在となっていく。終戦近くになると、幹部不足のため大隊長を、大位、中隊長を注意が務めることが多くなってしまう。以下の進級は、年功序列となっているので、中隊長は30歳を超えている場合が多く、少佐になっても左官は抜擢進級となるので、陸軍大学校を出ない者は中小佐で、現役低減年齢を迎えて、 予備役編入となることが多かった。そのまま歌詞官から進級してきた巡視官の現役順位になると30歳代後半の老後者が多かった。歌詞官も予備役王将の歌詞官適任賞を持つ上等兵が志願にあらざる歌詞官として五朝を命ぜられ、そのまま福音、王将を幾度も繰り返して進級していく例が多くなる。平時は 上級者が使えているので30歳を超えないと順位まで進級するのは難しかったが、戦時には現役優秀者で29歳くらいに順位に進級することがあった。生活は現役軍人の給与がインフレに対応しきれず、昭和に入ってからは総じて貧乏であり、役所の文官の給与に当てはめれば、大体中隊長が本省係長、将校、巡視官は、 本屋といの係員、菓子官は、個員の水準と考えられる。特に菓子官は、任期制で、任期ごとに、現役志願を繰り返す方式であった。任期の切れた時に民間に転職する者も,も多くあり、世の中の景気の良い時は、貸し官が不足するという現象が起きた。菓子官は原則として、永内居住であり、総長、古参の軍曹には、中大兵社内に個室が与えられた。 子産の総長は、願い出れば、例外居住が認められた。その住まいは、下宿や曲がりが多く、順位になって給与が上がると、やっと一個建ての借屋に入ることができた。中小位はやはり下宿か曲がりが多く、大位になると定裁上からも借屋に移るものが多い。これはざれごとに、貧乏小位、やりくりり注意、やっと個大位と言われていた。将校の被服、個人兵器は、 将位になった時の任官手当を除いて、それ以降は自弁であり、家計をやりくりりして調達しなければならなかった。将校には、転勤があり、他の士官に移ることがあった。下士官が、現体から移動することは稀で、他部隊に移ることはあっても、同一士官内もしくは戦時に編成される、動員部隊となることが原則であった。なお、 関東軍の満州事変以前の鉄道守備隊の下士官兵は全国各地の予備役のうちから志願したものからなっており例外である。なお、指摘制裁であるが幹部はこれに関与することは原則としてなく、もっぱら子参兵が初年兵をいじめるものと内務班の初年兵係が任務の必要から新兵に教育的指導を施すものとがあった。指摘制裁禁止の達しは 上層部から何度か出ているが、順位や内務班長が、きちんと統制しないと徹底しないことがあった。また、順位そのものが、近頃の初年平和タルンドルといい案に締め上げを、示唆することもあった。また、地方によっては、指摘制裁の伝統が全くない部隊もある。地方ごとの若者宿の伝統的ないじめ儀式が、そのまま兵営に持ち込まれたとする見方もある。 1986年、米国レーガン大統領に対する議場を実施する、第302保安中隊普通科中隊機で3等陸佐が、中隊長の指定職である部隊、普通科連隊の霊科中隊や師団等直轄の、普通科職種中隊等はこの旗が授与される、陸上自衛隊の普通科連隊には、大体は置かれず、普通科連隊のすぐ下に普通科中隊等が、置かれている。そして、 状況に応じて中隊戦闘軍を編成することがあるため、三島陸佐と比較的高位の階級の自衛官が当てられることもある。なお、特化大隊令下の射撃中隊においては、中隊が最小の部隊単位となっており、指揮官職である中隊長及び中隊機も当てられているとはいえ、その人員等の規模は普通科でいう小隊クラスの編成である。通常は運用訓練幹部、 広報幹部、一から四小隊長等編成上必要とされる役職を指定される。中隊は、部隊構成単位上、基本的な役割を果たすものであり、中隊長には、幹部任官後数年以上を経たものがつくことから、中隊長には、様々な権限が与えられている。米軍ライフル中隊の編成不評や戦協判、インハントリーフィールドマニュアルより、第二次世界大戦における、 アメリカ軍では不評中隊は小銃小隊3個と下機小隊1個を機関として編成されていた。中隊単位でも迫撃砲と機関銃による火力支援を持っている。日本の警察でも警備などで集団警備力を発揮するために部隊編成を行う際には中隊が編成される。機動隊などでは常設されており、例えば警視庁機動隊の場合、 10個ある、各機動隊はそれぞれ大本部と4個中隊から編成されている。各中隊は警部を中隊長として、約70名が3個小隊に編成されている。ありがとうございます。